宮地志向は戦前日本の洋画家、挿絵画家、東京府渋谷区仙田がや、岐阜県日吉村半原で活動し、40代で創生した。本名は歌劇。1911年大日本水彩画会研究所、X インが、宮寺歌劇1924年、岡聖一アトリエにて1891年7月26日、岐阜県時郡日吉村半原に、 宮地文一の長男として生まれた。5、6歳頃から絵を始めた。1901年半現人上昇学校に入学し、1906年、岐阜県立東農中学校に進学した。1909年卒業後、上京して、仙駄谷町のおじ吉和宅に住み、フランスから帰国直後の岡誠一に支持し、後期印象派の影響を受けつつ、アカデミック美術を習得した。 大日本水彩画界研究所で研究し、1913年日本水彩画界創立に参加した。1922年9月太平洋画界、巡回院、1930年3月30日展覧会会有に推薦された。昭和初期から高間総七、中村不説に支持し、NHK ラジオ雑誌、時事新報社、少年、少女、主婦の友者、 教文社国定教科書等の差し絵を手がかけた。1931年母校日吉第一尋常、高等小学校を設計したほか、土びな、ハンハラ操り人形浄瑠璃の道具も制作した。1932年ごろ故郷ハンハラにアトリエを建設し、東京との間を行き来した。1935年3月悪性関節炎となり、夏手術するも効果なく、 1936年10月12日、四つ役、慶応病院で死去した。病気は、結核とも言う。22日には父文一も死去し、葬儀は合同で行われた。1978年アトリエは老朽化のため、取り壊され、倉庫となった。1907年カニ軍放射区時にて、右から宮地明子、加劇慶、慶、文一、筆。ありがとうございます。